族ピアノ一家団らん藤枝静夫。ガネーシェクドク平等性一切同胞菩提心法上安楽とうとう来た、とうとう来たとアキラは思った。すると急に安堵とも悲しみともつかぬ情が胸の中を潮のように満たした。アキラは墓石に手をかけてその下に潜っていった。墓の下の四角いコンクリの空間の中に父を中心にして兄弟が座っていた。姉夏大正二年没13歳、弟三郎大正三年没1歳、兄昭夫昭和13年没36歳、父新吉昭和17年没70歳。昭が来たによと父が言った。入り口近くに座っていた姉が大きな目で昭を見上げていった。あれ、まあこれが昭ちゃんかよ。今日から昭ちゃんもあちらの仲間入りだ。柔らかな丸みのある懐かしい声が昭の体全体を押し包むように響いた。54年前13歳で死んだ彼女が髪の毛をお下げに結び、肩染めの大柄な合わせに黄色い絞りのへこびを締め、少女のままの姿であった。わっちが死んだ時は、あきれちゃんまだ6つだったで、わっちのことは忘れてた。覚えてるよ。わっちはさっきお前があんまり父ちゃんとそっくりになって、頭がハゲてるもんだで、わからないっけよ。なんだかおかしいよ。自分でも2、3年この方、父の写真を見るたびに満足を持ってそう感じていた。僕も59になったで。アキラが少しびっこを引くようにして入っていくと父が、アキラ、どうしたい。そっこいラジオ包帯をして、交通事故にでもあったかい？と言った。そうじゃない。出がけに内臓をみんな向こうへ寄付してきたで、その時の傷だよ。この目ん玉もくり抜いて、本当の目の代わりに綿を詰めて上義眼をかぶせてもらってきただよ。そんならいい気が。お前も相変わらず思い切ってことをするの。ええよ。向こうで悪いことばっかりしてきたで、僕はこれぐらい当たり前だよと答えたが、急に胸が迫ってきて、父ちゃん、僕は父ちゃんに悪いことばっかりして悪かったやと言うと同時に涙がこみ上げて父の膝にしがみついた。ええー、にええー、にお前はええ子だっけよ。父が慰めるように言って、彼の首の付け根のところから頭にかけてごわごわした熱い手のひらで撫でた。割れて角皮化したようなその左手の太い親指の先には爪が入っていない。それは父が奮闘して家を起こした若い頃の勤労の名残だ。父が死んだ時、汽車で数時間の勤め先から駆け戻った明はその丸い指を繰り返し繰り返し
いじるばかりであった。この指には自分だけの強い思い出があった。アキラが中学2年の夏休み、父に呼ばれ2階に行くと一通の封筒を渡された。アキラは思った。頭が充血して膨れ上がるような周知の念とともに、彼はその A という同級生のからかうような意地の悪い目を胸に思い浮かべた。ある日、アキラは魔が差して学校の文房具売り場からノートを盗んだ。そして数日後、掃除中不意に近寄ってきた A がアキラの耳元で万引きとささやき、ニヤッと笑って去っていった。アキラは満身に汗をかき、体を固くして、しかし何気ない風に雑巾がけをしていたが、自分が今何をしているのか自分にもわからなかった。これから自分の身に起こるはずの屈辱に満ちた出来事が、非常な速度で次々と彼の頭に浮かんだ。 A の冷たい微笑みと脅かすような目つきと、万引きという彼にだけ聞かせるささやきとは。しかし夏休みが始まるまでしつこく続けられていた。お前さえ改心してくれれば誰にも秘密は漏らさないと書いてあるによ、父が言った。うん。しかしその代わりに A は今後いつまでも、多分卒業するまで自分を苦しめ続けるに違いないと彼は思った。さあ一緒に仏さんにお祈りするだよ。仏さんが守ってくださるに。心配せずともええによ。何万ダブ何万ダブ。父は唱え続けた。アキラは父の合掌したその爪のない親指を見つめ続けた。アキラはええ子だったに。何でもないによ。今父はそう言ってアキラの首筋を撫でた。何でもないことはないと彼はつぶやいていたが、しかし気分はだんだんに和らいでくるようであった。すべては終わったのだと思った。彼が涙を拭いていると姉が、アキラの口上はまだ治らんかの。昔から父ちゃんに怒られると2時間も暴れ泣きをしてうち中困らしたきゃと笑った。2時間泣きというのがその自分の彼のあだ名であった。姉が死んだ時、兄は赤ん坊の三郎を背中にくくりつけておとなしく枕元に座っていた。その三郎も翌年には死んで、今部屋の隅の小さな布団ですやすやと眠っている。兄はいつも優しかった。自分自身は何でも我慢してみんなを可愛がってくれた。そう思うと明の目からまたしても涙が流れた。僕は兄さんにも悪いことばっかりして悪かったやと言って彼は泣いた。アキラが高校生の時、
兄が自分の乏しい小遣いを貯めてみんなアキラにくれたことを後悔の念を持って思い起こした。アキラはいつもそれをチップとしてくだらないカフェの女にやった。兄が結核にかかって大学を辞め絶望的な療養生活に入っていた時、アキラは兄から預かった顕微鏡を質に入れた。そして兄がやっとの思いで父からもらうことのできた50円の写真機代を猫ばばして20円の中古品を送り、あまりをカフェ通いに使ってしまった。それまたアキラの二時間泣きが始まったによ。お前も死んじゃっただでそれでええじゃんか。死んでも消えないと彼はつぶやいた。しかし一方ではそうかそうかと思い、少しは気が晴れるようでもあった。なるほど、これで本当にいいのかもしれないと彼は思った。もう肉体がないのだから自分は悪いことをしなくても済むだろう。それから世の中に対する不平不満のようなものからも、そこから生ずる責任感みたいなものからも、それに対して自分が一矢を加えることもできないという焦りと無力感からも、そういうすべてのものから自分は否応なしに解放された。それも相手の方から解放してくれたのだ。ああなんてここは暖かいんだろうとため息をつくように思った。これからはもう父や兄や姉の言うことを何でもよく聞いて、素直に永久にここで暮らせばいいのだ。少し寝たらどうだい？遠いところ歩いてきてさぞくたぶりつら、父が慰めるように言った。わしらはこれから花見に行ってくるで、そんな間ゆっくり休むとええにや。俺も行く。アキラはそう言って父、兄、姉とともに墓の上へ上がった。地上に出るとあたりは一面桜吹雪で、降り積もる花びらがまるで空から幸せのかけらが落ちてくるようであった。彼方からは鳥たちの歌が聞こえ、七色の蝶が戯れていた。それはこの世のものとは思えないほど美しい光景であった。ああこれが天国なのかな。アキラはつぶやいた。